大丈夫ですか？はい、皆様のおかげで助かりました。ありがとうございます。君も大丈夫だった？怪我はない？こちらこそ、君のような可憐な美少女に悲しい思いをさせずに済んで安心したよ。ああ、お兄さんの名前はユージェンね。君の名前はなんていうのかな？あれ？お主の邪気を感じたのだろう。里井娘だ。すみません、人見知りが過ぎるほど。ああ、申し遅れました。私はカルビナ、こちらはルーキーです。先ほどのモンスターですが、俺にはあなたを狙っているように見えたのですが、何か心当たりは？それは…兄ちゃん…大丈夫だよ、ルーキー。不器用なんだから包帯を取らないで。自分で泣き直せないでしょ。もしかしてあなたオネルテス？ええ、先ほどのモンスターは私の第三の目の魔力に引き寄せられてきたのでしょう。最近は急激にその数が減っていると聞くわ。もしかしてさっきみたいなのが？はい、そればかりは近年この瞳を狙って私たちを襲う者がいるのです。彼女にはその瞳はないようですが。この子は人間ですから。ですがこの子にも先見の力があって各地を転々としているんです。すみません、個人的な事情に立ち入ってしまって。いいえ、構いませんよ。お兄ちゃん、この人たちに。俺たちが何か？スの泉に行った方がいいと思って。それとあなたとそちらの方が出てきました。俺とミーメルが？それが何を意味するのかまだ分かりません。でもこんなにはっきり見えたのは初めてだ。あなたも私たちと出会うことを予知したの？お恥ずかしながら私はあまり力が強くないようです。先見としてはルーティエの方が優秀でしょう。わかった、運命の出会いってやつだな。行き先も同じみたいだしな。あなた方もスルスの泉、スルスの泉はよく存じております。よろしければご同行させていただけませんか？占いの件も気になりますし、私たちの力は、特に妹の力は、何かお役に立てると思うんですが。それはありがたい。では、お願いします。これからよろしく、ルーティエ。はい、頑張ります。よろしくな。怖がらせちゃったみたいね。大丈夫だよ、なりはこんなだけど取ってくやしないから。ところでルーティーちゃん、その占いに俺は出てこなかったの？俺は。残念でした。あなたとは運命がつながってないみたいね。